い、皆さんこんにちは、りなじょーです。いつもたくさんのコメントやグッドボタンとありがとうございます。はい、今日はちょっとなんか寝起きでガラガラの声なんですが、キャナルシティにやってきました。仕事帰りやけんちょっと暗いっちゃけど、ちょうどタイミングよくキャナルシティのプロジェクションマッピングがありよったけん、綺麗な噴水を見ることもできてラッキー。今日のご飯はキャナルシティノースビルの地下1階に飲食店がいくつかあるっちゃけど、ここで食べたいと思います。久しぶりに行くっちゃけど、このお店どんまいどんまいどんまい、ここねめちゃくちゃ美味しいよ。みんな高校卒業してから一時期通いよったっちゃけど、一番端っこにあるこのお店です。お店の前にはずらりとこんな風に定食の偽物っていうかダミーみたいなのが置いてあるっちゃけど、海鮮丼もあるし定食もあるしって感じで、メニューは結構豊富っちゃんね。これにつられて早速中に入ってきました。ここは友達としか来たことなかったっちゃけど、今回一人で来たっちゃけどね、めっちゃ空間が良いです。カウンター席も広々としとうし、全然一人でも入りやすい。このお店で飲むのは初めてっちゃんね。何にしよっかな。いつもね、唐揚げ定食を食べよったっちゃん。前来よった時ね、唐揚げ定食めちゃくちゃおすすめ。でも一応海鮮屋さんやけん、今日はやっぱり丼を食べようかなと思っております。とその時こちらを発見。サーモンで親子丼1150円。うわー、これ絶対好きやん。壁にはプレミアムとんかつとか乗っとったっちゃけど、うん、やっぱりねサーモンにしよっかな。一品料理も豊富やけん、丼とかじゃなくってこういう一品料理で飲むっていうのもありやね。しっぽりと飲めそうな予感です。さあさあ、早速やってきました。生ビール、イエイ。これなんか泡がめちゃくちゃ美味しそうやった。まろやかって感じ、まろやかな感じで美味しそうな生ビールです。それでは皆さん乾杯。生ビール飲もうと思ったら定食もやってきたけん、一緒にいただきたいと思います。これがサーモンで親子丼。ちょっと美味しそう、本当に美味しそうじゃない。好きなものだらけ入っとけね。イクラとエビとサーモン、大好きなやつです。セットには体に良さそうなお豆さん、そしてお吸い物とお漬物もついております。こんな感じ、1150円、健康にめっちゃなれそう。まずは生ビールからいきましょうか。この仕事帰りの一杯が美味しっちゃんね。それでは海鮮丼もいただきます。お醤油をかけまして、食べる準備は万端です。すごいオレンジ、好きなものの塊って最高やない。これ女の人にはめちゃくちゃ人気なメニューな気がします。いや、美味しいです。今回はね、唐揚げ定食か悩んだけど、この丼、海鮮丼、サーモンで親子丼、これ頼んでよかった。ビールとも合うしね、柔らかいし新鮮で美味しい。丼とお酒っていうのもいいね。今度はイクラだけ乗っけました。ネタも美味しいっちゃけど、お米も美味しい。玄界灘の取れたての海の幸をベースに、新鮮な素材をリーズナブルな価格で、真心のこもったサービスとともに味わってくださいと書いております。こちらのお店どんまい、美味しくごちそうさまでした。博多ではあんまり海鮮丼を食べる機会は少ないかもしれんじゃけど、海鮮丼が今日は食べたいっていう時はここに行ってみてください。ちなみに隣の男性の方はサーモン丼頼みよったけん、サーモンって人気なのかもしれん。男性の方でも一人でめちゃくちゃ入りやすいと思います。ということで今日はここまで。このチャンネルではこれからも博多弁講座や福岡のこと発信していくけん、
よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それではみんな、また会おう。バイバーイ。りなじょーでした。福岡大好き博多大好き。